確か最初に会った時は、そう、あいつは最初から言うことを聞かなかった。私の言う通りにしていればな。まあいいやつだったよ。そんな装備で大丈夫か？大問題。こうして波紋使い同士が巡り合ったのも何かの運命。ぜひ手合わせをお願いします。俺こういう堅苦しい感じ苦手だぜ。こら頂上、礼儀正しくしろよ。稽古をつけていただくんだぞ。どうもこっちです。今日はシーザーについて再び解説をしたいと思います。 L 三角はシャボンレンズ。敵がシャボンレンズの近くに寄ったら自動迎撃をするという技になってますが、シーザー本体がダメージを受けたら消えちゃうってことと、近くに寄らないと発動しないってことなどね、いろんな欠点があります。シャボンカッターはシーザーの唯一の強みと言ってもいいんじゃないかなというぐらい、シーザーのキャラを特徴する技ですね。このボタンの押す長さによって変わるシャボンカッターとシャボンカッターグライディングっていうのは、どちらも追尾性能とか弾速っていうのが変わるので状況に応じて使い分けましょう。で、次が L 丸と L 2のシャボンバリアですね。こちらの技は素出ししてもあんまり強くはないです。例えばこんな状況でシャボンバリアなんてやっても、この飛び上がった時にステップとか歩きで避けられちゃいます。なのでシャボンバリアっていうのは相手の行動を読んだ上で打たないといけないっていうところで、かなり使い勝手が難しい技です。ここからがシーザーの弱い点について話していきます。シーザーの弱い点は足がまず遅いことですね。原作ではヘルクラインピラー登ってたりとかスタミナは結構ある描写があったんですけど、このゲームのシーザーはスタミナがすぐ切れちゃいます。なんでシーザーで移動するときはダッシュの後に四角を挟むことが大事です。このダッシュ後の隙を消すためのダッシュ四角っていうのはかなりシーザーでは大事なスキルになります。で、シーザーの弱い点もう一つは弱攻撃が30フレームということです。要するにめっちゃ遅いです。なので基本的にシーザーは三角の強攻撃のキックか、それか三角長押しのガード崩しっていうのをメインで戦わなきゃいけないです。なんでこのシーザーの弱攻撃っていうのは基本的にこのダッシュの後の四角連打で打つぐらいですかね。普通に立ってる状態からシャボンを送っても避けられちゃいます。あと、まあシーザーはね、火力がそんなにないです。シーザーのこのシャボンカッターっていうのは援護にはまあ結構使えるんですけど、火力が本当にないです。他の飛び道具持ちキャラと比べても、このゲームの中だとかなりシーザーのシャボンカッターっていうのは火力が低い部類に入ります。で、なんでシーザーがこのゲームの中で最弱と言われるかというと、怠慢性能が貧弱すぎて、基本的にシーザーが石状態になった状態で1対1になったら、体力が勝ってるとかそういうね、特殊な条件を除いて、そっから相手を倒すことっていうのはかなり厳しいです。シーザーは弱攻撃の遅さ、足の遅さってところからも含めて、怠慢性能が本当に弱いです。なので、相方をサポートする戦い方をしないと本当に勝てないです。怠慢では勝つことがほぼできないキャラなので。ですが、シーザーにもいいところがあって、シーザーは怠慢が弱いってことを、ほとんどの、まあ、プレイヤーの方は知ってるので、シーザーがいる場合って、シーザーじゃない方をね、基本的に狙ってくるんですよ。なんでかっていうと、シーザーを先に倒すと、強い方のキャラが石状態になっちゃうんですね。このゲームって、相方がやられると、石状態というものになれて、一定時間かなりパワーアップします。で、その状態から戦況をまくるっていうのがね、このゲームのシステムなんですけど、わかりやすい例で言うと、世界デーゴやディアボロや四部ジョータローのようなキャラは、石状態になるとめちゃくちゃ強くなります。あと、シーザーはビジョンになるとめちゃくちゃ強いんですね。このゲームは、オンライン対戦で先にやられたプレイヤーっていうのは、幽霊みたいな状態になって、相方を援護することができる状態になるんですね。シーザーはビジョン状態で使えるスキルっていうのがシャボンカッターなんですね。で、このシャボンカッターって、ひるませるだけなんですよね。ダメージのないシャボンカッターを与え続けることで、相方に隙を作れまくるんですね。なので、シーザーを使いたい方は、もうガンガン敵に特攻して、味方を生かすようなプレイ、味方を徹底的に援護するようなプレイっていうのが大事です。で、こっからは、コンボではないんですけど、まあ、どうしようもないほど弱いシャボンレンズ。このシャボンレンズっていうのは、デュアルコンボ中に打つと、まあ、対空時間を伸ばせるんですね。
シャボンレンズはめちゃくちゃ弱いんだけど、それでもデュアルコンボ中っていう使い方があるのはいいことかなというふうに思います。なのでまとめると、シーザーは怠慢性能に関しては本当に最弱と言われても仕方ないぐらい弱いです。ただその弱さを逆手にとって相方が狙われてしまうので、その隙をガンガンつけるって意味では弱さが武器になるキャラです。またシーザーはやられた後のビジョン状態っていうのがめちゃくちゃ強いです。なので本当にやられてからが本番のキャラっていうところもあるので、味方を守るプレイっていうのをガンガンしなきゃダメです。あとおまけで話すと、シーザーって相方がジョセフの時に先にやられると、あのシーザーって演出が入って、デュアルコンボゲージのマス目が3つ分増えるという仕様になってます。なのでまあこれはね、相方がジョセフじゃない時もシーザーっていうのは基本的に先にやられた方がいいキャラなんですけど、特にジョセフが味方の時はシーザーが先にやられるようにガンガン攻めていこうっていう風に動くとかなり戦えるんじゃないかなって思います。なんかね、先にやられた方が強いっていうとめちゃくちゃバカにしてるように聞こえるんだけど、シーザーは本当にそれが一番強いです。シーザーが残って強いことっていうのはほぼないです。まあ、よっぽど上手い人だったらね、シーザーに託すっていうのもありかもしれないけど荷が重いからね、さすがにね。自分原作でシーザーがすごい好きで、ジョジョってやっぱり受け継ぐ物語じゃないですか。なんでそのやられた後も味方にその自分の意思を託すって意味では、ジョジョ全体のコンセプトにもマッチしてるし、先にやられた方が相方の援護ができるっていう、まあ、コンセプトもねある意味そういう意味ではシーザーらしいのかなっていう風に思いますが、まあそういうとこでもね結構好きなとこがあるので、ぜひシーザーを使ってみたい方は、で相方よりも先に落ちることを目安にガンガン攻めてガンガン攻撃してっていうのをね意識していくといいかなっていう風に思います。一応ジャッキャラ解説はここで一区切りがついたかなって自分の中で勝手に思ってるんですが、あとまあその弱キャラというか中堅キャラより下ってぐらいのキャラって感じの人たちがねまだいるので、そのキャラについて話すっていうのは分かりませんが、ぜひチャンネル登録高評価してもらえたら、まあ作る可能性があるかなというふうに思います。なのでよろしくお願いします。ということで今後もアイズオブヘブン楽しんでいきましょう。アリーベデルチ、バイバイ。